あ、うるちゃんの声がする。この家か、もしかして。さっきのあのミリトンで拾ってきた1個しかない。うるちゃん、え、うなこちゃん、うるちゃん、いた。あ、いた。うなこちゃんだ。やっほー、そうなの、隣に家建てた。あれ、ウルちゃんと誰だ、はい、待って、シロちゃん、あー、シロちゃんか、うん、お邪魔していいですか。後ろにいるよ。え、後ろ、あ、本当だ、ハゲてない。え、そう、ハゲてんだよ、ナコ。ナコちゃん、なんでハゲてんの。え、二人は髪あるの？そういう二人は髪あるの？髪あるよ。あ、あるな。短いけど。髪あるよ。ね、待って。髪あるよ。二人とも頭見せてる絵面が面白いんだけど。え、なこんち。あ、恥ずかしい。これちょっと恥ずかしい。めっちゃおしゃれなドアって、秋っぱですよ。え、ほんとだ。奥さん。鍵ないんです、うち。開きっぱなしです。いつでもどうぞ。うちも鍵かけてない。うちも鍵かけてない。え、いいこと聞いた。でも、ラコちゃん、はい、すいません。ラコちゃん、2回いけるかな。え、かわいい、二人並んで寝てんじゃん。かわいいな。ラブラブ同棲生活だ。あ、すごーい、硫黄なんて作っちゃって。はあ、発展してんな。すげえ。え、ちゃんと整理整頓できる女だ。シロちゃんがやってくれてる。知ってる。シロちゃんがやってくれてる。私整理整頓できない。うん、知ってる。え、ウルちゃんはなこと同類って知ってる。やめてよ。ウルちゃんの話全部共感できるもん。同類だなって思ってた。まだね。うん、いい彼女見つけたな、うらやましい。そうそう、いい彼女見つけた。だから、ああいうさ、餌場をさ作りたいんだよね。こんにちは。え、ザルタンじゃん、なんだ。あ、はじめまして。な、はじめまして。ザ、ザウ様。はじめまして。あ、ザウ様っていう名前なんですか。はい、え、花沢さんですね。はい。花沢さん。馬の餌箱欲しいんですけど、あれ持ってってもいいですか。はい、なんで呼ばれてた。馬の餌箱欲しいから。呼ばれ出さないで。あ、ちょっと今始めたばっかりで。どういうこと？あ、初めましての証に。なかなか置いてあるものを持ってこうとしないや。うん、初めましての証にこの餌箱欲しいんですけど。もっといいのあげるよ。あ、やっぱもらうだけじゃあれなんで。なに？なに？ねえ、いらない。誰だってさ、ザルタンみたいにさ、うんちもらって喜ぶわけじゃないんだからね。どこに家あんの？ちなみにこれザルの家ね。これまだ家じゃないよ、これ。ザルタン目を覚まして。みんなの橋兼ザルの家だから。これみんな通ってんだよ、この橋。ザルタン、家ってさ、壁があってさ、
屋根があるんだよ。いや、そしたら通りづらいやん、みんなが。ね。オールを、あ、オールフォーワンだから。オールフォーワン。みんなは一人のためにみんなはザルのためにじゃあ、じゃあ、じゃあ、あれワンフォーオールか。ワンフォール、ワンフォールか。ねえ、うんち落ちてるよ。ねえ、うん、いいよこれ。うんち落ちてるよって言ったらさ、気持ち悪い笑いしてた。いや違うよ。やめてほしい。うんちは落ちるもんだって。そっか、馬も生きてるんだから。うわ、これ二人乗りするために。二人飲みするためね、この人、この人二人のやつ買ってる。ごめん、もういろんな人乗せてるから。うわ、そうやってすぐ。何よ、そうやってすぐ乗せてんだ。まあ、交流大事ですからね。あら、校長。もう抜け殻じゃないっすよ。あれさんだ、リボンついてる。バイライシロ。え、バイライシロ。分かってないよこれ。分かってないよ。バイライ、懐かしい。あの、学校に来たことがないって言ってたね。連れてきました。不良です、この子。校長先生、どこか。そう、初めて学校来ました。はい、こんにちは。すごいな、すごいな。そもそも、ね、頭丸めてきたんで。来るなんて。そう。でも、でも宮田校長もそれ、それ水着？いや、これ、これココナッツっすよ。あ、これココナッツか。ココナッツっすよ。脱いでココナッツ。ああ、脱がないで、脱がないでね。あ、脱がないで。センシティブだ。そう、お尻葉っぱっすよ。すごい。出てきたのか。出てきて、この服のスタイルの名前、ココナッツタマタマって言うんです。すごい、すごい悪口じゃない？ココナッツタマタマ。しまってください。一応、エロい。エロい服とかもあるの。校長何してるんですか。校長セクハラしてます。校長セクハラしてますか。いやいやいや、これいや、女っすよ、女です。あ、あ、でも注意事項に書いてあったな。セクハラすることあるって。セクハラすることあるって書いてあったな。心はエロおやじっすよ、やっぱ。大事っすよ、可愛い女の子は。かわいがるな。でも君たちがね、もうかわいい、かわいいからね。かわいいですから。やったね、かわいいって。頑張らなきゃっすよ。照れちゃうな。嬉しいな。よかったね。うん。なこさん、はい。上が着るぐらいなと。もう落ちちゃうんですよね。これプレゼントして。やったー！来てもらって。え、かわいい。え、かわいい。やば。え、すご。え、すごい、顔見えなくなった。やった、ハゲ隠せる。ちょっとハゲてるんで、私。変わってないけどね。え、嘘、隠せてない。あれ、え、隠れてる、隠れてる。隠れてる。え、やったやった。ちょっと気になってたんです。ちょうどいい、髪の毛とか出なくて。よかった。これがお前の顔だよ。え、すごい、目ぐるぐるしてんだ。嘘、目、目キョロキョロしてる。え、すごい。でも可愛いぞ。怖い怖い、包丁持って。やばいやつだ。でもやった、めっちゃ嬉しい。泣く子はいねえが。これそんなこと言われてもあんま怖くないな。確かに。ファンシーだな、ちょっと。可愛すぎて。あ、なんか頭が可愛すぎて怖くないかも。うん。